前回の続きとして、体の部分を使った言葉についてお話をしたいと思います。首先、我们继续上一次的内容，来看跟身体的构成部分有关的表达。首先、我们还是来做一个小测验。これを見てください。括弧に共通して入るのはどれでしょうか？が長い役者。が切れる。選択肢がまた3つあります。首、息、それと、気です。手も足も出ない問題でしょう。正しい答えは、息です。息が長い。息が切れる。と言います。後でまた詳しく説明しますから、まず、手を使った言葉をまとめてみましょう。まず、手を切るです。手を切るというのは、それまであった関係を断つという意味です。切断、或者说、断绝、过去的关系。类似的表达还有、縁を切る。悪い仲間と手を切る。和坏朋友分手。断绝关系。接下来、手が足りない。意思是、人手不够。手が足りないから、手伝ってくれ。人手不够、所以请帮我。その次、手に余る。手に余るというのは、自分の能力を超えている。あるいは、どう処理してよいかわからない。つまり、手に負えないという意味です。手に余る的意思是、超过了自己的能力、不知道怎么处理。类似的说法、还有、手に負えない。我们来看具体的例子。私の手に余る仕事。意思是、我解决不了的工作。超过了我的能力范围。不知道如何解决。その次は手を打つです。手を打つとは、将来を予測して必要な対策を講ずることです。手を打つ这个短语的意思是、对将来做预测并且采取必要的措施。その問題に早く手を打つべきだ。应该尽快采取措施处理这个问题。下面一个用法叫做手に負えない。刚才我们说了。这个用法呢，基本上就相当于手に余る，它的意思也是无法处理，没有办法，束手无策。自分の力ではどうにもならない、持て余すという意味です。あの子は親の手に負えない。对那个孩子，父母束手无策。その次、手を焼く。手を焼くというのは、どう扱ってよいかわからないでいる。持て余す。意思有点类似。手を焼く，它的意思是不知道怎么处理，感到棘手，处理起来有困难。いたずらな生徒に手を焼く，对调皮的学生感到棘手。接下来，我们再来看手を抜く。手を抜く的意思是いい加減にします，随意草率的对付过去。仕事の手を抜く，意思就是工作草率，不认真。接下来，手を尽くす。意思是用尽了办法，想尽了办法。考えられる限りの方法を試みる。比较强调的说法还有、八方手を尽くす。問題解決のために、あらゆる手を尽くす。为了解决问题、用尽了所有的办法。接下来我们再来看、手も足も出ない。手も足も出ないというのは、自分の力をはるかに超えていって、どうすることもできない。远远超过了自己的能力范围，不知道怎么解决，或者说根本就无法解决。手も足も出ない，经常也翻译为束手无策，但是我们心里面要知道，这种用法呢，它的程度已经比较高了，基本上是接近不可能解决了。手も足も出ない問題，意为束手无策的问题。それでは足に関する言葉も見ましょう。接下来我们也来看一看和脚有关的用法。首先我们来看。足が出る。足が出るというのは、支出が予算を超える。支出超出了预算。経費がかかりすぎて足が出た。经费花得太多、超支了。その次は、足が棒になる。足が棒になるというのは、長い間歩いたり、あるいは立ち続けたりして、足の筋肉がこわばることです。つまり、非常に足が疲れるという意味です。正如我们刚才所讲的，足が棒になる，意思是指腿脚非常累，可能是因为长时间的步行，或者说因为长时间的站立，腿脚上的这个肌肉都僵硬了。
就是这样的意思。比如说，一日中歩いて足が棒になった，走了一整天，腿脚都麻木了。接下来我们要来看足を引っ張る。足を引っ張る，从字面上来看就是拖后腿，实际上它的意思和中文一样，可以理解为对别人的一种妨碍。仲間の成功あるいは勝利前進などの邪魔をする，妨碍同伴的成功或者说胜利或者往前进。同僚の足を引っ張る，拖同事的后腿，当然这是一种比喻的说法。接下来我们要来看的是足が速い。足が速い呢，可以理解为跑得快或者走得快。歩いたり走ったりするのが速い，速度快。当然也可以理解为植物が腐りやすい，食物容易腐烂，容易变质。生ものは足が速い，生的东西容易腐烂或者说容易变质，是这样的一种用法。接下来我们来看跟首有关的用法。首先我们来看首を横に振る，把头横过来摇，当然就是摇头的意思。那么我们可以引申一下，摇头当然就意味着反对不赞成。同样的首を横に振る也含有賛成しない反対する这样的意思。相应的我们可以记住点头，那么点头就是把头竖着摇，那么我们把横换成縦就可以了。首を縦に振る就是点头。那么同样的首を縦に振る也可以理解为承知する賛成する，意思是同意赞成。那么接下来我们来看首を長くして待つ，意思是翘首期盼，从字面上我们就可以看出来了，伸长了脖子在等待，当然是翘首期盼了。首をひねるような結果，叫人迷惑的结果。首をひねる是一种什么状态呢？这个也不难想象，ひねる的意思是转或者说扭，扭头或者转头当然是表示正在思索了。いろいろと考え込むですね。接下来的一个是首を突っ込む。首を突っ込むというのはことに関心あるいは興味を持って関係するという意味です。意思是很关注的有兴趣的参与到某一个事情中去。比如说厄介な問題に首を突っ込む，意思就是积极参与麻烦的问题。接下来借金で首が回らない，意思是因为借钱借款而一筹莫展，债台高筑。ではその次に息に関する言葉を見てください。接下来请大家来看一些跟息有关的用法。まずは息が切れるです。息が切れるというのは呼吸が激しくなって苦しくなる、あいぐという意味ですね。息が切れる的意思是呼吸急迫，上气接不上下气，气喘吁吁。当然除此以外息が切れる也可以理解为死、死ぬ、呼吸が止まる、呼吸停止。那么我们来看具体的例子。走って息が切れる，意思是跑得气喘吁吁，上气不接下气。那么接下来的一个是息が詰まる。息が詰まる的意思是呼吸が苦しくなる，呼吸困难。あるいは息苦しいほど緊張する，因为紧张而呼吸困难，紧张的喘不过气来。我们看一个例子。満員電車で息が詰まりそうだ，在挤满了人的电车里面快喘不上气了。这里显然应该是指呼吸有困难，人太多。接下来我们来看息が長い。息が長いというのは活動期間や価値を保っている期間が長い，保持活动的期间或者保持其价值的那段时间时期很长，很有生命力，是这样的意思。比如说息が長い役者，意思就是长久不衰的演员，艺术生命很长，是这样的意思。接下来彼は息もつかずに喋り続けた，他连气也不喘一口，不停地说着。息もつかず这里可以替换为一気に，也就是一口气不喘气的。その次息を抜く。息を抜くというのは途中で一休みするあるいは休憩するという意味です。息を抜く的意思是在途中略微休息一下。那么我们来看具体的例子。息を抜く暇もないぐらい忙しい，忙得连歇口气的时间都没有。
最后呢是 iki o nomu，这个用法主要是指因为紧张或者说因为吃惊而屏住了呼吸。驚いて息を止めるという意味です。息を飲むほど美しい景色，意思是让人屏息的景色，景色太美了，让人屏住了呼吸。それでは、気に関する言葉を見てください。接下来我们来看和気有关的用法。彼は田中さんに気があるらしい。他好像对田中有意思。那么这里的気がある意思是関心を持っている。关注、关心，或者说恋したう気持ちがある。有一种爱慕之情。我们例句中的田中さんに気がある应该解释为后者。接下来我们来看一看気が向く。気が向くとはしようとする気になる。也就是想做某事。那么相反気が向かない应该就是没有兴趣去做某事。比如说誘われたけど気が向かない。虽然被邀请了但是不感兴趣。下面我们要看気を配る。気を配る的意思就是あれこれと気を使う。考虑很多特别是为别人考虑。我们来看具体的例子。彼は周囲に気を配る人だ。他是一个关心周围的人。同样的意思我们可以记住一个名词気配り。気配りのいい人。意思就是做事的时候很关注很会考虑的人。接下来我们来看気が利く。気が利く的意思比较多。首先我们可以理解为機敏だ。也就是机灵机敏。彼女は気が利く人だ。他是个机灵的人。那么除此以外呢还可以解释为よく心が行き届く，也就是周到。另外呢还可以认为是一気洒落ている，时髦漂亮。気が散る意思是精力不集中。一つのことに注意が集中しない，不能集中在一件事情上。気が散って勉強が手につかない，心不在焉无法专心学习。那么手につかない意思也差不多，也是无法集中心思的意思。それでは、こういった体の部分を使った言葉について簡単に練習しましょうか。那么接下来我们就这些词来做一做练习。練習1、その1、服装だけでなく髪型にも A、気が利く、B、気を配る。選項 A、気が利く、意思是机灵。当然也可以理解为美观漂亮，但是呢表示美观或者漂亮的时候一般是用来做定语的，比如说気の利いた身なり，漂亮的打扮。而选项 B 気を配る意思是注意留心，那么显然选项 B 是正确的，不仅对服装对发型也很留意。第二题イカの刺身は A 手が B 足が早いので今日中に食べた方がいいです。乌贼的生鱼片容易腐烂或者说容易变质，那么这种说法呢我们只能选择 B 足が早い。今日中に食べた方がいいです，意思是最好在今天一天以内吃。那么手が早い一般用来修饰工作的速度快，可以理解为麻利。第三题私の学校はやたら規律にうるさいので A 息が切れる B 息が詰まる。如果我们从中文出发，这两个选项都有喘不过气来的意思。那么实际上 息が切れる 意思是因为奔跑或者其他原因而导致上气接不上下气，是这样的喘不过气来。而 息が詰まる 主要是指一些氛围的紧张而导致呼吸困难喘不过气来，有的时候比较抽象，因此我们这里应该选 B。 我们学校对于规则非常之麻烦，非常之严格，让人喘不过气来。用その景色の美しさに思わず A 息を飲んだ B 息が切れた。那么选项 A 息を飲む主要是指因为危险或者因为吃惊而屏住呼吸，那么 A 应该是正确选项，景色之美不由让人屏住了呼吸。第二个选项刚才我们讲了 息が切れる 它是气喘吁吁上气不接下气的意思。第五题客が多くても少なくても彼はいつも A 気があるB 手を抜かない演奏をする。那么选项 A 気がある意思是有意思或者有兴趣，选项 B 手を抜く意思是草率马虎，那么手を抜かない显然就是不马虎不含糊，选项 B 是正确答案。不管客人多还是少，
他总是认真的、不马虎的演奏。六、老いた母は我が子の帰国を A 息を B 首を長くして待っていた。年老的母亲翘首期盼自己儿子的回国，表示翘首期待，只能说首を長くして待つ。それでは練習2です。7、この大きな犬を飼うのはちょっと私のと思います。選項 A、手を尽くす、意思是用尽方法。選項 B、足が出る、意思是超支、超出预算。選項3、手に余る、意思是无法处理。那么选项3应该是一个正确答案。养那么大的狗，对我来说，我觉得稍微有点不好办，没法解决。第四个选项 ，iki ga tsumaru， 这个用法的意思是喘不过气。下面我们来看第八题。Hiking で一日中歩き回ったら足が一長くなった变长了。选项二，棒になった足が棒になる是一个固定的用法，意思是腿脚僵硬了，疲劳了。那么这一题的意思是因为郊游远足，整天四处走，所以说呢腿脚疲劳了。第三和第四个选项也是不对的。